どうも、しゅんです。どうも、キロです。今日インタビューさせていただく相手は、キロチャンネルっていうチャンネルがあるんですけど、キロくん言ったら語呂したんですよ。そうなんですよ。実質、語呂なんですよね。はい、今日のテーマは、はい、なんかよく言うやんか、なんていうか、太郎生だと就活できないみたいな、ネットとかいろいろ書いて言われたりするんだけど、実際はどうなのっていうことを聞いていこうかなと思います。はい、もうまず仮面浪人っていうのも珍しいしね。まあそうだね、確かに。うん、で、なんで仮面浪人しようと思ったの？それが仮面浪人をした理由は、その大学に入ったんだけど、要するにやりたいことがないまま、その大学に入っちゃったことで、自分がその目的意識がないまま、もう一日一日を無駄に過ごしていったみたいな。で、気づいたら、あれ ?3 年生になっちゃったみたいな。で、周りは就職活動をしていく中、ちょっとこのままじゃまずいなみたいな。その就職活動を自分がやりたいこともなかったっていうのもあったんだけど、その時ちょっとふと頭の中で一からちょっと新しい環境で視野を広げるためにちょっと頑張っていきたいなっていう思いがね、強くなってしまったんよね。だって来年から大学4年になるっていう時、そう、もうあと1年我慢すれば卒業できるからっていう時に仮面浪人して明治大学入ったの。そうやばくないそれ。しゅんくんが今3年生だから、あと1週間後に仮面浪人をしてるって感じ。やばいよね、普通に考えてぶっ飛んでるよね。まあいろいろ選択肢あったんだけど、その中でその大学というフィールドをまた選んだんだよね。1年生になった時は23歳だから、同い年同期は5個下な、5個も離れてる年が。で、また就職、去年就職活動の時期にまたなって、実際に就職してみてどうだった？結構面接官ってやっぱり俺の場合だと過去をどんどん探ってくるわけ。なんでこれフリーターしてたのとか、なんでこれ仮面浪人してわざと大学変わったのっていう、結構そこばかりをついてくるんだけど、そこをまあ説明をした上で、でもまあちょっと待ってくださいちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいと。過去の自分は確かにそうでしたけど、今の自分を見てくださいと、今の自分をめちゃくちゃアピールするように、あの話を工夫するようにし始めたんだよね。企業研究って何するの？実際に人に会いに行く。例えばその OB、OG 訪問とかあるけど、実際にそこで働いてる人たちの話をリアルに聞いて、就職活動ってやっぱ一番大事なのが、会社と自分のそのもなんていうんだろう、ビジョンの差の違いを少しでも埋めること、やっぱり自分が会社に入った時に、あれこんなはずじゃなかったって言って辞めてしまう人も結構いるから、だからなるべくその差を埋めるためにきちんとそこの会社を知る上では、やっぱり OB、OG 訪問とか、あーなるほどね、は本当にした方がいいから足を運んでっていう、ね、でもキロ君の OB、OG ってもう年下になったりしないの？全然あった。だから一回やってみたんだけど、あら年下、あら僕年下だけど大丈夫って言われた、そうそう、で僕あ全然大丈夫ですって感じで、そうそう。キロ君にとってなんか就活今終わったと思うんやけど、その就職活動の中で一番大切だなって思ったことは何ですか？その就職活動を始めてからっていうよりも、その大学に入ってから、まあ大学生ってやっぱり時間があるじゃん、たくさん、夏休み冬休みたくさんある中で、その就活のためっていうよりも、とにかく自分が選択肢を広げるために、いつも自分でアンテナを張って興味があることとか、まあ自分がもしかしたら苦手かもしれないって思ったことも、なんか飛びついて、それで少しずつ自分がやりたい方向性がなんか決まれば、それが結果的に就活になんかつながるっていうか。確かにいろんなことを経験した上で今それが思うっていうことだったもん。本当のヒロ君の心の底から思っていることだもんね。まあ、それが本当にね、年を食ってそれに気づいたっていうことがね、めちゃくちゃ後悔してるから、本当に。でもまだ27だよ。まあそうだね、プラスに考えよう。7って数字かっこいいしね27ってなんか数字かっこいいし、かっこいいし、だって新卒採用でなんか内定式とかで27歳でやってたら面白いもんね、普通に。まあ間違いなくなんだこいつだってなるよいい意味で悪い意味で顔覚えてられるからね。ハッピーやよね。ハッピーハッピー、人生ハッピーに生きていこう。生きていこうはい、ということで今日の動画は終わりです。はい、チャンネル登録お願いします。はい、じゃあな。はい。